い、というわけで、こんにちは、愛の戦士ですと、今回 PS3、10本ソフトが入って2000円という、何も期待できなそうで、もしかしたら掘り出し物が出てくるかもしれないという、この福袋、開封していきたいと思います。いや、マジで怖いね。いや、でも PS3 ね、実は俺もなんか時間を見つけたわ、裏でちょくちょくね。最近 PS5 がもう出たじゃないですか。もう時代はもう2世代後ですよ。PS5、デモンズソウルの影響で、久々に PS3 版のデモンズソウルもやりたくなったんで、クリア後にちょこっと進めたりとか、ソウルキャリバーの配信6をしてる影響で、PS3 版のね、ソウルキャリバー4とか5をね、久々にプレイしたりしてるので、やっぱね、そういう名作が詰まったね、PS3。やっぱ俺のね、青春時代はね、やっぱね、PS2 と PS3 にあったんで、じゃあ今回はね、この10本入り福袋、開封していきたいと思います。おれー。いや、10本だからな、何が出てくるかわかんないな、マジ怖いな。1本目、まず1本目。いや、ゴミみてえなソフト出てきたら、それはそれでおもろいけどな。意外と名作も入ってるんじゃないでしょうか。それでは行きます。1本目。お、こちら。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。コールオブデューティー。コールオブデューティーって言っちゃった。コールオブデューティー、ブラックオプス。俺はね、あんまり普段やらないんだけど、FPS。でもこれはいいんじゃない？いや、普通に名作やん。すごっ。いや、そういうレベルが入ってるのはちょっと、ね、思わなかったわ。これレベルが入ってるんだ。割かしビッグタイトルが入ってると思わなかったな。でもね、愛の選手君、FPS はね、画面用意しちゃうんで、まあ、持って1時間ぐらいなんですよね。画面用意しちゃうんですよね。せーの、こちら。お、パワープロ。でも2012。パワープロくんを2012か。こういう、福袋ってあるよな。あと、ウイ入れ入ってそう。ウイ入れの、ウイ入れの古いやつ。2015とか14あたり。入ってそうやな。まあ、2012か。まあ、いいんじゃない。福袋って感じ。ザ・福袋って感じやな。この、なんか過去作を入れてくれる。2012年はね、俺が、実況動画、YouTube とニコニコに、同時に上げ始めた頃。まあ、活動した年だからね、思い入れが深いわ。パワープロ。さあ、3本目のソフトは、こちらです。どう？お、龍が如く！いいじゃん！めっちゃ、で、待って、神ゲーしか入ってないけど。やっぱ、あれか、もう時代は、まあ、PS5 発売されたとはいえ、まあ、PS4 とか、今みんなそっちばっか行っちゃうから、いや、よくない？え、めっちゃ神ゲーじゃん。龍が如くはね、俺、最初のやつしかやったことないんですよ。最初のやつしかやったことないからな。これを機に4から、なんかめっちゃ顔認識してる。待って、俺のビデオカメラがめっちゃ、めっちゃ四角でバーって顔認識して顔追ってんだけど、おもろ。はーい。まあなんかね、あ、これ Z 指定、A 指定、D 指定っていう各ジャンルバラバラからね、ソフトがバラバラ出てきますね。で、龍が如くは神ゲーだ。ワンチャン実況でやってもいいぐらい。龍が如くは。実況でやるならちゃんと1からやりてえな。話が分かんなくなっちゃいそうだからな。龍が如く。普通に神ゲーでびっくりしたわ、これ。マジビビるわ。じゃあ4本目いきます。せーの。はい。これなんだ。え、FF13 じゃん、これ。俺ね、めっちゃ遊んだ、これは。賛否両論ありますけど、俺は13は好き。まあでもこれね、ファイナルファンタジーとかそういうなんか、そういうタイトルとかのなんかブランドでやっぱりなんかね、これはファイナルファンタジーじゃないとか、パルスのファルシが国運のなんちゃかルシでパージしてなんちゃかみたいな流行りましたけど、俺はね、めっちゃ好き。もうライトニングさん。俺はね、13-2 とライトニングリターンズまでやりましたね。やっぱ、俺はね、めちゃくちゃ好きだったな。この戦闘システムも結構好きだったな。このアクション、リアルアクションなんかタイムバトルみたいなやつ。まあこれ賛否両論あるけど、俺はめちゃくちゃ遊んだやつ。まあなんか本当にこれはなんか裏で時間を見つけてゆっくりまたやり直すっていうのは面白いかもしれない。ライトニング俺はね結構ほんまに好き。13はね思い入れあるソフトだわ。これはもうガチで遊んだソフト。いやこれいいね、いいね。え、めっちゃ良くない？2000円ですよ皆さん。これ2000円なら良くない？2000円ってことは1本200円。1本200円だぞこれ。いやこれええな、これええな、これめっちゃええな。でさ、あ、ミンゴルやんけ。ミンゴルは、PS4 版は、ポケモン博士ことトリッピーさんと、動画を撮りましたが、これ6やるのありだな、PS3 で。PS3。まだキャプボが動くかわかんねえ、PS3。キャプボが動くかな、PS3 のやつ。キャプボが、もし、まだ動けば PS3 は本当に、出たやつで実況ワンチャン。てか、買い直していいな。ワンチャン買い直す。買い直してでも、実況を撮るのはワンチャンやな、これ。おもろ。いや、おもろい。おもろい。おもろいぞ！ PS3 福袋。おもろい。おもろいぞ。
10本、これで5分ですよ。これで5本だから半分だ。もう半分ですね。折り返して。じゃあ次行きましょう。6本目のソフトです。こちら。タウン、いいね。絶対入ってると思った。ケイスケホンダーじゃん。ケイスケホンダーや。なんで負けたか明日までに考えといてください。ほな、いただきます。ウイニングイレブン2015。パープルの3年後やね。いや、ウイレや、おもろ。これボロボロで動かなかったらどうしよう。何これ。わあ、早期購入特典入ってるよ。絶対これシリアルコード取られてるよ。絶対取られてるからな、これ。いや、ウイレはまあ入ってるよね。もう入ってると思うわ、ウイレは。あ、説明書なし。あ、でも説明書。あ、PS3 の時代って、あ、説明書まだある頃か。いや、いいよな、俺説明書好きだった。なんかさ、お母さんとかにさ、買ってもらうじゃん、ゲーム。で、帰りのさ、電車とかさ、その中で説明書を読むのがさ、ほんと本当に楽しかったよな、あの頃。いやー、こう説明書をね、見ながらワクワクしながら、やっぱね、俺はそれも、そういうなんか思い出があるので、未だでね、未だにゲームソフトはダウンロード版じゃなくて、パッケージ版をね、買ってますね。いやー、これやっぱ、パッケージだよな、やっぱ。あと4本です。残り4本。うわ!ナルタ!行くってか、ナルティメットストームって普通に神ゲーじゃない?ナルティメットストームって神ゲーじゃないの?なんか昔プレ2でやってた。プレ2のやつだ。ナルティメットストームだか忘れたけど。いや、ナルトのゲーム、激闘忍者対戦はね、マジ やり込んだね。激闘忍者対戦は4ぐらいまであったっけ ?3、俺3ぐらいまで買ってたんだけど、マジでね、俺イタチ使って無双してたな。マジで強かった、イタチ。いや、懐かしいわ、これ。やっぱ、ナルトはね、俺本当に読んでたんで、俺、カトン豪華級の術の印、結べましたからね、小学生の頃。馬トラーつったか、こういうやつ。もう忘れたけど。こういうやつね、結んで、カトン豪華級の術の印結んでたわ。ナルトはね、本当に俺の青春だわ、これ。あんま配信とかでは言ってたけど、ナルトはね、めっちゃ好きだった、俺が、キッズだ。俺がまだキッズだった頃、ナルトめっちゃ読んでたわ。7本目だから、あと3本です。いきます。あ、これもいいじゃん。三国無双、セブン。三国無双、セブン、ええやん、これ。俺はね、なんか、あんまりやったことないんだよね。猛少年しかやったことないんだよね。三国無双系は。やっぱ、超えてくのゲームはね、女性キャラが可愛いからな。これ、三国無双。いいね。え、これ2000円やばくない2000、もっとゴミみたいなさ、なんか、誰もやらねえような釣りのゲームみたいな、そういうのとか出てくるかと思ってたんだけど。結構いいっすよね。ラス2です。ラス2、いきます。せーの、はい。お、ワンピース無双。ワンピース無双シリーズ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ワンピースじゃん。お、ゴムゴム。いや、ワンピースの無双。うわ、ナミのおっぱいがでかすぎる。そう、青生地もいる。すご。すごい、敗北者じゃけ。敗北者。うわー、いいね、いいね、いいね。意外とこういうワンピースとかナルトとかのさ、このジャンプの人気タイトルを入れてきてくれる感じ。いや、これマジ想像以上だ。じゃあラストです。ラストいきます。せーの、うん。あ、これ待って、ガンダムブレイカーってクソゲーじゃなかったっけ?これ確かめちゃくちゃクソゲーじゃなかったっけ?俺の気のせい?ガンダムブレイカーやっぱクソゲーだよ、これ。なんか俺知ってる?なんか動画で見たことある、これ。ガンダムブレイカーはなんかクソゲーで有名だったやつじゃん。いや、おもろー。いや、でも結構な名作出てきたんじゃないでしょうか、これ。いや、いいな。もうこれすごい。これ2000円だぜ!これ買い得だろ。マジお買い得すぎる。やば。これマジお買い得すぎる。やばいって、これほんまに。ほんまに神ゲーだ、これは。素晴らしいですね。いや、よかった。はい、というわけで PS3 ゲームソフト福袋、10本で2000円開封してみた結果、これはいいんじゃない ?2000 円なら。1本200円でしょ?めちゃくちゃ安くない?これ。バリバリめちゃくちゃ遊べるぜ、これだけあったら。最高だよな。ウイレとかパワプロだってさ、もう年代がこれなだけで、普通に遊んだらしっかりおもろいからな。こういうゲームとか。ただ最新じゃないから安いってだけ。モンハンと一緒だよな。モンハンとかも新しいのが出てくるから安くなっちゃうだけで。いや、ゲームとしてやったらちゃんとおもろいからな。はい。というわけで、個人的にはこれ大満足だぞ。マジで福袋だな。いいな、10本2000円は。マジで、神でした。はい。じゃあちょっと本当に、キャプボさえ動けばまた配信とかでちょくちょくやっていきた。あ、てか PS5 でこれ動くのか PS3 って。ちょ、やったことがないんだけど。そうか、PS5 で動くなら、必要ないかもしれないね。PS3 のやつが。っていう感じで、今回もこれはだいぶお得になってしまったんじゃないでしょうか、というところで、ここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さんもなんか見つけたら買ってみてはいかがでしょうか、ゲームの福袋。これおもろいわ。おもろかったな。てか、これ単純に得したわ。っていう感じでお疲れ様でした。普段やらないようなゲームもこれで手出せるとかあるからな。いいな、ゲームの福袋って。